お願いします。送ってください。トゥーパンプスさん、おはようございます。芸術の秋、元気ですか？元気です。元気があれば何でもできる。吉岡町から伊香保に登っていくと女神館と秘宝館、ナイチンゲールになった俺の超特急、ハマグリがチャオしているモニュメント、角度が微妙な寝技のイラストが展示されているミュージアムがありますね。ちなみにあちゃんの貧乏館で行ったことありますか？うん、あるんですか？私、はい、中に入ったことはないんですけど、ないですか？行こうと思って行ったんですよ、はい、休館日だったんです。あー残念。そう、でも動画ではしっかり見てるので残念でも分かるんですけど、行ったことありました？私ありますよ。すごい、負けじと喋ってくれた。負けじとその説明してるおばちゃんに負けじと喋ってやってくれた。あの方よりも喋るなんてすごいわ。いやまあね、うん、乗ってね、ちゃんとね、ちゃんとツッコミもちゃんとして、うん、動画見たけどすごいことやりますもん、ね、結構ただみんな笑ってるだけなんですよ、はいはいはい、お客さんってやっぱり、いや、もうやめてやめてよ、もうその上をツッコミとその上を言ってたよ。迷惑な客。一番困るんだよ、この客、多分これがもうサーカスじゃないけど、ね、はいはい、そう、あ、下手に歌った方がいいんだよ、だから今前橋サーカスでサーカス行ってきたんでしたっけ前ね、選びますからね。そしてその後があるんですよ。何ですか？なぜか全国的に温泉地によくそういう何々感を見かけますよね。サトシさん、トッチョさん、あれ何ってトゥーパンプスが聞いております。あれなんだろうな、性のなんちゃらとかありますもんね。でもまあそれ勉強のためにね、そうですよね、聖のミュージアムとかありますもんね。ぜひあちゃんの珍宝館に行っていただいて。そうですね、うん、行っていただいて、動画だけではなくって、あのその展示物もちゃんとね、はい、ちゃんとタッチしていただいて。そうですね、うん、じゃあ一緒に行ってくれる方がいれば、はい、行きましょうか。俺は恥ずかしいと思いますけど。そうですね、行きたくないです。いません。ルルちゃんからです。ルルちゃん、おはきちゃん、おはきちゃん、もっこり水曜日。そうだね、芸術の秋なので股間の白鳥もっこり。そっか、写生大会を、うん、絵だね。群馬で有名なミュージアムといえば伊香保にある珍宝館ね。最後に来ましたね。この間母と水沢観音行く時、前を通りかかったらたくさん車が止まっていて、母と一緒に驚いた。去年熱海にある秘宝館へ行ったの。中は撮影禁止になっていた。心残りなことも、館内に男性の股間の形をした乗り物があったよ、うんうん、それにまたがりたかったけど写真が撮れないので諦めたわ。最近あまり見かけないけど、女性の裸の銅像、ラフ像っていうのかしら、うんうん、今もあるかな、うん、県庁前の交差点、市役所側の角にあるよね。私の裸にそっくりなんだ。一人具合とお腹の出方、裸だって芸術よ、ということで終わっちゃいました。担当は磯木彩香と残念ながらサトシでした。残念ながら番組終わりです。それではまた明日終わりにしましょう。ルルちゃんありがとう、おめでとう。同じ体型でいってらっしゃい。